とことんやりこむ、どうも、なおちんです。本日も、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、新しく出ましたクエスト。これですね、石化のオーバードライブ、やっていきましょう。来ましたか。事情は会長からの連絡で把握しています。エイリアンの足取りをつかむため、我々が集めた情報を分析するとか、早速ですが、お願いできますか？良いですよ。やっていきましょう。わかりました。ただ情報量はそこそこあるものの、精査が不十分な状態でした。そこで正義のハッカー研究会に頼んでデータをまとめてもらっています。今頃作業も完成している頃でしょう。正義のハッカー研究室に行けばデータを受け取るはずです。なるほどね。5階にあるハッカー研究会行けってことだ。はい。それではですね、クエスト、石化のオーバードライブ、調査を開始です。データ分析は終わったみたいですね。さあ、どういう感じになってるんでしょう。宇宙人の特性とかいうのは専門外だから、あとは Y 研、次は Y 研に持っていくんですね。機密データだから、今から七子さんのスマホにデータ移すね。はい。ありがとうございます。では次は Y 犬ですね。行きましょう。持ってきたよ。はい。話は事前に聞いております。では、七子さんに代わってもらえますか？なるほどね。キャラ変えなきゃいけないんだ。んじゃあ、まあ、コマ君を変えときましょう。OK か？これでいいんじゃないですか？調べてください。これは？うん。これまで宇宙人が活動した場所では、いずれも大きな反応が残っています。ですが、一箇所だけ。わずかな反応を示しているものの、そこには宇宙人の目撃例がありません。それはどこだ、はい、学園の北西部に位置する雪原。新しく解放された場所か。もしかしたら宇宙人が潜んでいるかも。そうですね。では準備が整ったら声をかけてください。ミッションが始まるんだろうね。クマ子をコマ君に変えていきましょうか。これでいきます。うん。はい、分かってるよ。できておりますよ。さすがにね、レベル120のクマ子は連れていけないな。挑戦だ。はい、あれ、ないわ。やっぱりこの場所はいいわね。落ち着く。なぜいる？あいつら、なんでここに。いいサボり場所だったのに。もう来れなくなっちゃうじゃない。ま、仕方ないか。おーい、UFO。 あと適当にやっといて。私は気分悪いし、帰るから。お、ビッグブラック？こいつ、いきなり何すんだ。危ない。会長、ちくしょう、どけよ。ルート君、やつらに復讐するまで俺はこんなところで負けるわけにはいかない。やばいぞ、やばいぞ。バレたら、またY学園にいられないかもしれない。でも、それでもいい。ラント君が助かるなら。ラント君、このメダルを使
おーっと、ディープシャドウギャラクシー変身できるようになるんだ。宇宙の塵になるがいい。いいねー。どんな感じになるんでしょう。すごい、ラント君パワーアップしたんだね。やるじゃんか会長。安心するのはまだだ。エイリアンどもを倒すぞ。おう、やってやるぜ。滅せよ。ではでは、ビッグブラック2か。はいはいはい。まあ大したことないでしょう。レベル230前後。おっ、ちょっと待って、剣持ってるね。おお、必殺技自体がもう完全に変わるんだな。なるほど、これはかっこいいぞ。はい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 。あ、どうだ、いや、俺はこっちが好きかな、もともとのやつよりも。うん、必殺技もなんか強いしね。剣持ってるっていうのはやっぱり今までがこのブーメランだったんで、すごくいい感じになったね。よし、これでラント君もレベルが上がった。いや、レベルじゃないな、うん、強さが一つ上がりましたね。もう宇宙人はいないみたいだね。 UFO もどっか行っちまったな。何だったんだ。奴らのこと、何らかの計画を実行中だったに違いない。じゃあ僕たち、その計画を未然に防げたってことだよね。クーカ先輩がここを突き止めてくれたおかげだな。そんな、私は何も。さっきのは完全にうちがクマ子だってバレたよね。ラント君、どう思った。寒い。なあ、もう帰ろうぜ。しっかり体冷えちゃったね。あったかい飲み物欲しいな。今日は助けられた。ううん、ラント君の役に立ちたいと思ってたのに、足手まといになっちゃってごめんなさい。足手まといなんだよ。そんなぷよぷよした体で宇宙人と戦えるとでも思ってんのか。結局ラント君に助けてもらって、こんなうちじゃダメだ。私たちも帰ろっか、風邪ひいちゃいけないし。戻るぞ。まさかラント君におんぶしてもらうなんて。そういえば前に一度だけ足をくじいてラント君におんぶしてもらったっけ。あの、聞かないの。
私のこと。何を？別に。お前、軽くなった。うちがクマ子だってこと、気づいてくれたんだね。嬉しい。セッカのオーバードライブ解決です。で、これからディープシャドウギャラクシーに変身できるようになった。選べるっていうことかな。選べるのかな。あ、選べる。うん、まあ今はまだね、ちょっと装備品が貧弱なので、こっちのまんまがいいか。なるほど、パワーはだいぶ上がりますね。 HP も上がるし、いい感じ。はい、まあとりあえず、アプデ第1弾来まして、クエストやってみました。レベル上限も600まで上がったんですよ。レベル600かなり高いよね。まあまあサクッと600まで上げていきますし、攻略もやっていきます。チェックをよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやっ。